ケケンコンケンココンケンコン、ピンイン、ジアンクーンは、かつて中央ユーラシア北部に分布した、ルク系遊牧民族。キルギズ、QRQZ の転写とされており、時代によっては、レキコン、エキコン、ゲクン、ケイコツ、ケイコツ、キュウ、グラム、イモチ、巨物、ジュウ、ケツコツ、ケツコツ、ジーグウ、ボネ、コツコツ、ジージ、ココ、コツコツシ。 ジージアサイ、カツカツココ、カツカツシ、シャジオジー、カツカツココ、カツカツシ、ジジオジー、ヨシトシキチオモエ、コツリキ,キツジ、ヨシオモオオ、コツリ、ヨシオモオ,オなどと記された。現代のキルギス人、デンザンキルギズと区別するため、イエニセイキルギズとも呼ばれる。現在のハカス人の祖先にあたる。 キルギズの起源にも触れている。中国では、皇羽と劉邦が互いに抗争を繰り広げていた時代、郷土の撲突は父を殺して、前羽の座に着くと、当時の峡国であった東の東湖を滅ぼし、西の月子を駆逐し、さらに南、オルトス地方のローハンと、白羊カナゴを併合し、中国にも侵入した。こうして、それまでは小国に過ぎなかった強度が、モンゴル高原を統一して、 母を唱えると、その北、バイカル湖周辺に住んでいたコン、靴舎、定寧、レキコン、滝切りといった所属も間もなく、郷土に服属した。王陵元年、全49年頃、郷土の自然、在位、紀元前56年、紀元前36年は、弟の古間や前偶、在位、紀元前58年、紀元前31年と対立していたが、関と組んでいた。 古漢や禅羽の方が優勢だったので、西の尊に協力を求めた。しかし、尊の昇魂渡る、尊の君主号である、嘘とも、漢側に着いたので、自然羽は尊を撃破し、これに乗じて、北のカラス、啓を撃って下し、その兵を使ってさらに西の謙魂を破り、さらに北の帝霊をも下して、カラス啓、謙魂、帝霊の三国を併合した。その後も何度か、 嘘に兵を派遣して勝利し続けたので、自然武は、建婚の地に塔を移した。三国志の儀略正十伝には、以下のように記されている。古徳国は、総霊の北、嘘の西北、皇居の東北にあり、勝ち兵は一万人を余り、地区牧に従い、両馬と天を算出する。建婚国は、皇居の西北にあり、勝ち兵は三万人、地区牧に従い、 多くの天と両場を算出する。定例国は、皇居の北にあり、家地兵は六万人、地区牧に従い、名産であるネズミ川、白コン湖、青コン湖の川を算出する。これら三国は、県根が中央で、郷土の前運庭である、安州水を去ること七千里、南の車市六国を去ること五千里、西南の皇居海を去ること三千里、 西の公共地を去ること八千里の距離にある。一方、北海、バイカルこの南の地域、すなわち強度の北には、今国、靴舎国、定例国、歴根国、滝,国滝切り国がある。特決が、従前加岸国を滅ぼして加岸国となると、第三代の木や瀬加岸、在位、553年から572年は、西のエフタルを破り、東の吉端、 機体を配送させ、北の渓骨を併合し、中央ユーラシアを支配することとなった。その後は、突血の清水に応じて、服属取り判を繰り返していたが、車尾加岸、在位、六百五十年が現れる突血骨は、崩らろく、軽くと共に再び、突血についた。上岸十二年、六百四十八年、鉄六処部が塔にいる新したと聞いた。 健康は、すぐさま剣士者を送って片物を剣じ、州長である知里発、イルテベルの室町、クツアさんも自ら入庁したので、大層、在位、六百二十六年から六百四十九年は、喜んで主演を開き、健康の地をもって、健康ふとし、室町、クツアさんを廃して、左田室、永大将軍とするとともに、健康ふ徳として、延前と後に霊属させた。 高宗、在位、六百四十九年から六百八十三年の時代、健康は再び入庁した。慶流年間、七百七年から七百十年、健康はまた、当に、宝物を献上した。中宗は、健康が、理領の光栄であるため我と同衆、同じ理性である。と言い、主演を開いた。健康は、元宗、在位。 712年から756年の時代にも4回彫婚した。権限年間、758年から760年、権婚は、骸骨、ウイグル部に破られたので、これより中国と交通できなくなった。後に、敵語、トゥルク語がなまって、カツカツここ、カツカツシとなるが、おそらく骸骨、ウイグル化万国によるものだと思われる。もしくは奇跡面といい。 またなまって、カツカツココとなる。カツカツココは常に退職、タージ、イスラーム帝国、ドバン、カツララロク、カルルクと互いに、ダイアイ、ドバンの往来者に至ってはカイコツの略奪を恐れたため、必ずクズラロクに住み、カツカツコの舗装を待っていた。一方でカイコツは、カツカツコの訓長である、アネツ、アゼツ、カツカツコの訓主号に冠を授けて、人々とみ金、 ビルゲトンイルキンとした。海骨ガン国が衰えると、アネツはすぐさまカガンを称した。その母は、テュルギシュの娘で、母カトン、皇太后となる。妻は、クズラロク、ヨウマモル、カルルクヤブグ、カルルクの君主の娘で、カトン、トゥン、皇后となる。改正五年、八百四十年頃、巨長、巨長、将軍のクロクバクガ、クロクマツガ、キュリュグバガは、 北のカツカツココ、キルギス、QRQZ 軍10万機を招き寄せて海、骨上、オレドバー陸間を破り、カガンと、ホリラモチを殺してその騎馬町を焼き払った。これによってツ骨ガン国は崩壊し、国人たちは、獲得金を放じて各地に散らばった。そのうち、カガンには、カ河岸帝、ガンの騎馬町近くの13部は、カラススケ特金、ウゲ、テギン、 グラム・タジェンを河岸に衰退し、南の作史さんに活挙した。途中、カラススケカガンらは、対話講師を党まで護送する、カツカツ子の足し星、タルカン、トカンらと遭遇した。カラススケカガンはそれを見つけるなり立ちカンらを殺し、対話講師を報じて、代わりに、党の天徳会まで護送し合った。解消年間、八百四十一年から八百四十六年。 阿ツは死者を見殺したため、しばらく入庁せずにいたが、再び中我愛想を使わして上書こと上した。武装、在位、840年から846年は中、我愛空が3年かけて軽死にたどり着いたことに、大いに喜んだ。この頃、カラススケガンのあまり衆が失意、黒写しに亡命していたので、阿ツは骸骨の残党討伐を願い出た。武装は、 右三騎乗寺のリヌグエをカツカツここに使わし、勲長を作立して、総秀大竹生命科難とした。しかし、死者が到着しないうちに武装が崩御してしまう。代わって、戦争、在位、846年から859年が即位すると、大中元年、847年、武装の卒将で、航路橋の利業に不死を持たせて、 カツカツかく阿熱を削立して、秀武生命科学とした。第十二年、八百四十八年春、開骨の圧年科学のもとには名王騎士の五百人しかいなくなったため、彼らは失意によることにした。しかし、長中武が圧年科学らを捉えるべく、カツカツここなどを失意に向かわせ、ため、圧年科学は、恐れて妻のくずらろく、カルくルと、 この時金徳ここら9期だけを連れて、夜に西へ逃亡し、行方をくらました。失意は海骨の余り衆を分けて7分とし、七聖失意は各1分を占領した。そこへ、カツカツ各最小の阿波が領する諸茂る兵七万が、厚年加岸及び初海骨人を捕らえるべく、失意に攻め込んできた。失意は阿波の軍に大敗し、海骨人ともども、カツカツ子の略奪を受けた。 1207年、モンゴルのチンギスカンは二人の管理を派遣し、キルギズ族の王とケムケムジュートの王の下に赴むかせ、神獣するように説かせた。両国の君主は、モンゴルの艦に神獣を誓い、貢ぎ者として、白眼の王鷹、ハヤブサを送った。1217年、トゥマト族がモンゴル帝国に対して、反旗を翻したため、チンギスカンはその隣族である。 キルギズ族に出兵要求をした。しかし、キルギズがそれを断ったため、チンギズ館は、長子の女子に、キルギズ討伐を命じた。女子は氷結したケムケムジュートが、イルティシュ川上流の一支流を渡り、キルギズ族を服従させて帰還した。後継争いの末、モンゴル第四代皇帝、館となった、モンケ、在位。 1251年から1259年は1252年、オゴデイケとチャガタイケの反対派に対して大規模な粛清を行った。この時、モンケの軍隊は、キルギズ、ケムケムジュートの地にも派遣された。モンケの死後、その末帝であるアリクブケと自帝であるクビライとの間で後継争いが起きた、モンゴル帝国定位継承戦争。クビライに敗れたアリクブケは、 自らの投影地であるキルギズの地に退却した。1277年、トクテムルはシリギと共謀し、クビライに対して反旗を翻した。クビライは討伐軍司令官にバヤンを任命し、オルホンカ藩にて反乱軍を破った。破れたシリギはイルキシュ川方面へ退却し、トクテムルはキルギズの地へ退却した。君主であるアネツは冬に、 天の帽子をかぶり、夏に金光への帽子をかぶる。貴人は天下、な、京に似ている、獣の服をまとい、初下は皆白線、フェルトの帽子をかぶる。身分志図者は、革の衣をまとい、帽子はかぶらない。女性の衣分けは、二色、両性のものを用いる。諸部の人は肉及び、馬楽を食し、君主の姉つのみは、持ち餌、 小麦粉で作ったものを食べる。結婚は新郎側が羊と馬を神父側に収めて嫁を招く。浮遊者ではその数が百から千にもなる。葬式では歴代遊牧国家のように面、顔にナイフを入れることをせず三階死体を囲んで泣く。死体は仮装されその骨を収めて墓に入れる。冬は室内に収め木の皮を多いとした。 楽器には笛、鼓、章、力、バンス鈴があり、芸にはローダ、老田、詩、うまき、なわきがある。新当女海骨伝したり、年の初めを、茂るし愛、モスアイメートル SAI、氷月のい。と言い、三愛、三ヶ月をもって一季節と、なし、十二の動物をもって、記念とする。もし、ある年が、虎年であれば、これを虎年と称する。とあり、 かつかつここは、十二仏記念すなわち、中国に由来する十二詩を用いた暦を使用していた。建婚時代、鉄六の節縁タブに霊属していたため、述べたが、決利発、イルテベル一人を持って勧告した。建婚の宗長は三人をおり、キツことごとくやから、巨沙派やから、安倍やからの三宗長で国を伴おしていた。州長は、発、イルテベルの称号を帯び、 党によって、建婚と徳府が置かれると、建婚と徳の職も担当した。勝勝子の君主は、阿熱、阿絶と言い,い、その種族名も阿熱という。阿熱は、青山に、牙、本営へ置き、周りには柿をし、密的死と呼ばれる猛戦を述べ連ねた者を懲罰とし、他の資料は、小さい懲罰に住んだ。阿熱はおよそ処分より兵を挑発した。また、の者は、 ことごとく言って、天ネズミ、青ネズミをふとした。官職は、最小、七人、都督、三人、職士、十人、上司、十五人、将軍、定員なし、達母星、定員なしの六等がある。カイコツカガン国が衰退すると、カツカツこの阿ツは、カガン号を採用し、妻の称号をムカトン、カトゥンとした。モンゴル帝国時代になると、キルギズの君主は、 イナールという称号を帯びていた。イナール号は、コリ、バルグ、トゥマト、バイルク、バイアウトの所属でも使用されており、さらにこの地方の一部であるジェニアンビディとビデューラン、ビディアフルン、エディオルンでは、ウルースイナールなどの君主号を使用した。古代には、朝礼の雑誌とされ、イエニセイ川流域に、イエニセイ秘文を残し、新当女開骨伝下に、その文字言語は開骨。 ウイグルとまさに同じ。とあることから、文字は、特欠文字を使用し、言語は、トュルク系の言語を話していたことがわかる。また、原始地理録では、その言語は賢われじ、ウイグルと同じとある。いわゆるアニミズム的宗教であり、水草を主神として祭り、祭りは時にない。カン、カムと呼ばれる符がいる。浸透女解骨伝下に、人は、みなが高く、赤い髪。 赤面、緑の瞳をしており、黒髪は、不詳とした。黒瞳のものは必ず、理量の病影であるというとあることから、カツカツ書く人は、正方形の人種、コーカソイドであり、東方形、モンゴロイドではなかったことがわかる。中には黒髪、黒瞳の人種、モンゴロイドもいたが、これはかつて郷土によって、武験王に封じられた将、漢の交渉、理量の光栄だとされていた。 また、トンコー度のペリオチベット語文書1283番の中でも、キルギース族は、目は、水晶の瞳、赤い髪と記されている。男女の割合は、男が少なく、女が多い。健康の居住地について、中国史書では、以下のように記している。以上のように、バイカル湖の南から、ジュンガルボンカザフ草原に至る広大な範囲に分布していることが、わかる。 また、ラシードウッディーの、修士、トゥルクモンゴル諸民族史ではのように記されている。つまり、北と東は、アンガラ川、南は、セレンガ川、西は、アバカン川に達し、サヤン山脈を中心とした地域に分布していたことが、わかる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。